東急百貨店、東急百貨店吉祥寺店、東急百貨店吉祥寺店夜の東急百貨店、吉祥寺店と周囲の店舗看板旧、東急チェリーナードリニューアルオープン時の装飾、東急百貨店吉祥寺店は、東京都武蔵野市吉祥寺本町に所在する、株式会社、東急百貨店が経営する、百貨店、東急ポイント加盟店。建物名は、オリンピック。 吉祥寺ビルでオリンピックグループの株式会社オリンピックビルが所有する。ビル開業と同時に東急百貨店吉祥寺店が開店した。本校では同店が開業する前に所在した吉祥寺名店会館についても記述する。1974年6月20日、東急百貨店としては東横店、日本橋店、本店に続く4号店として9。 吉祥寺名展開館跡地に開店した。吉祥寺エリアの百貨店としては、1955年開店の緑屋吉祥寺店、1974年5月開店の近鉄百貨店東京店に次いで4番目に開業した。伊勢丹吉祥寺店の閉店により、現在は吉祥寺エリア及び武蔵野市内で唯一の百貨店となった。一回北側、 西側広場では、毎年7月に2日間、ふれあい夏祭りが開催され、盆踊りなどの各種イベントや、縁日などを催している。また、毎年10月には、恒例の、吉祥寺アニメワンダーランドの一環としてど、日の2日間、吉祥寺おもちゃ市場の会場として使用される。その他、各種イベントが開催されている。東急吉祥寺店の裏側のエリアは、通称、 東急裏と呼ばれ、雑貨店やブティック、カフェなどが立ち並ぶおしゃれなスポットになっている。東急百貨店吉祥寺店は、吉祥寺ダイヤ街の西側に位置する。ダイヤ街には1953年にアーケード、ローズナードが作られたが、同店が開業した1974年1月に、ジェリーナードの起工式が行われ、同年6月に完成した。 東急吉祥寺店の開店と同時に、ダイヤ街では、アーケード街の名称を、東急の名を冠した、ダイヤ街、東急チェリーナード都市、アーケード完成の記念セールを行った。吉祥寺ダイヤ街は2009年にリニューアルし、現在は、イーストゾーン、ウエストゾーン、サウスゾーンに分けられ、東急吉祥寺店、ウエストゾーンとなっている。東吉祥寺店も、吉祥寺ダイヤ街に所属し、 2014年には第4回吉祥寺大野外いい店大賞グランプリを受賞している。また東急吉祥寺展開店と同時に武蔵野警察署が吉祥寺駅北口商店街全体をファミリータウンに指定し600メートル四方から自動車を締め出す方針を打ち出した。東急吉祥寺店の屋上には吉祥寺観音が祀られている。この吉祥寺観音は 1959年3月に、埼玉県入間郡名栗村の白雲山鳥居、観音から、当時開業した吉祥寺名展会館に送られ、同会館屋上に設置されたものである。本尊は七完全音菩薩の一つである福、検索完全音菩薩である。吉祥寺名展会館の閉館後、東急吉祥寺展開店後に、改めて屋上に祀られ、現在に至る。 観音像は、名栗村出身の当時埼玉銀行頭取であった、平沼八太郎の作である。毎年7月9日には、吉祥寺観音4万6000日法要が、取り行われる。吉祥寺名店会館は、1959年3月、吉祥寺駅北口に、吉祥寺初の商業ビルとして開業した。オーナーは後に、武州鉄道汚職事件で逮捕、起訴された。 滝島総一郎であった。吉祥寺名展会館には、専門店や飲食店などのほか日本のカルチャースクールの草分け的存在である、産経学園などが入居していた。現在の産経学園吉祥寺校は、五殿山のクリスタルパークビルにある。屋上にはシンボルだった広告塔や遊戯施設があり、休日には親子連れなどで賑わう人気スポットであった。 広告塔や建物の一部は高架化される以前の吉祥寺駅からも見ることができ、吉祥寺のランドマークであった。1960年代には、当時の後藤喜八郎武蔵の市長主導のもと、吉祥寺駅周辺の整備、再開発が行われた。1969年12月3日に、国鉄吉祥寺駅ビルの吉祥寺論論、1970年11月にターミナルエコー、 1971年には伊勢丹吉祥寺店、吉祥寺山道土商店街などといった新たな商業施設の開業が相次ぎ競争が激化。吉祥寺名店会館は1971年6月をもって閉店、建物は解体された。吉祥寺名店会館の跡地と周辺の買収した土地を併合した敷地に東急百貨店吉祥寺店が建設された。 2021年5月現在、詳細は東急百貨店公式ウェブサイト、吉祥辞典を参照。地下駐車場定型駐車場以下の定型駐車場で、当店での買い物2000円以上で1時間無料、5000円以上で2時間無料のサービスを行っている、吉祥辞店会館に関するカテゴリー。ありがとうございます。